ママです。リンです。ここのマーケ何これウルトラマンやんか。いやウルトラマン。はい、というわけでいろいろベイブレードバーストのおもちゃは持ってるんですけど、これまで結構紹介したの3回ぐらいかな。やけどあれからいろいろ買ってまだ紹介してない分がいっぱいあります。で紹介するよりも先にココロマンが結構ハマっちゃったんで、買ったおもちゃが何か分かりませんね。詳しい説明はまた今度するとして、今日は一番強い分でニーニーとココロマンで戦ってもらいたいと思います。え、俺は俺の強いやつ。そう、俺は俺の強いやつ。えで、ココロは心の強いやつ。まずさ、バルキリー対バルキリー。いやいや、新旧対決。ニーニーが使うのがこれ。ニーニー自分で色を変えたんだよ。僕の使うベイブレはこれだ。近いこれな、はい、バルキリー。リクドリームは回す分はこんな感じ。長いね。あとはこうやってしてます。うん、じゃあやろうか。僕の持ち方、ここの持ち方はこうやって持ってます。ニーニーはこう、こうでも僕はこう。そう、はい、3、2、1、ゴー。あれ出なかったぞ。3、2、1、ゴー。うわー強い。追っかける。バーストするか。いけ。おお、こっちの熱いじゃん。あ、わー。新しいのより古いの方が強かったね。へえー、こっちの方が古いんや。次は僕、これでいきます。ワイバーンで、何？ヘビー？ジャイロ。うん、ジャイロね。海外に強いって言われてる、ね、ジャイロね。これが回るんですよ、うん、じゃあ2位はダー、強そうやつ。ダークデスサイザーナックルユナイテッドみたいなのね。ユナイテ、ユナイト。いいよ。ダークデスサイザーを合体させたら、いや、3、2、1、オッケー。これね、ちょっと落ち着いた戦い、落ち着いた戦いだね。バスト戦いけ。こっち。あ、やばいぞ。ココロのやばい。ゆらゆらしと。いけ、バスだ。あ、いい勝負。あ、ピーフィッシュ。すごいじゃん。ココロ、頑張れ。なんかその上から見せ、ほら。ココロくんはもうすぐで、あれやんな、大会に行くねんな。今度はまたもや大会で。おもちゃさんの大会に行くねんな。これ紹介し。一位に使われてる。なんで一位じゃないよね。ネプチューン。はい、ヘビー。サバイブ。3、2、1、ゴー。ところにはね、黙るとか。いけ。本当。ダークデスサイザーの刃で殴れ。バーン。ファーストせえへんな、なかなかな。俺の強いやろ。行ってくる。あ、いっといで。ちょっとママ一回だけ戦っていい？勝った。いいよ。3、2、1、ゴー。おお。弾き飛ばされた。3、2、1、ゴー。あ、おいおいな。絡まってんじゃん。結構ね、バルキリーのこの普通のやつも、普通のやつのレイヤーも結構強いって言われてるんだよね。スイテーバンゴーステレー。あ、ミスター、シュートミス。いけー、心やばい、シュートミス。いけー、あー、いけー。おー、最後の最後に僕の手でバウンスしちゃった。いいね。3、2、1、ゴー。あー、ちょっと待って。ニーニーのシュートミスター。この回転の仕方好き。あの、こう、ウィーウィーウィー。うん、激しいな。お、これ勝ったね。あ、勝った。でも俺的にアタックがいいんやったら、うん、おすすめはこれかな、ゼファー。うんうん、ゼファーいい回転するよ、これは。あ、コーラス、ニーニーのニーニーと同じやん、この色違い。うん、や。3、2、1、ゴー。おぉー、今のは悪かったわ。というわけで、次は7月2日かなにベイブレードの新しいやつが発売されます。で、中頃に3人用の分が発売されるかな。それは商品紹介をしようと思ってますので、ぜひ見てください。この動画がよろしければグッドボタン多くしてください。チャンネル登録もお願いします。はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。3、2、1、ゴー。まあ、もうあんた5で引いてんねん。あかんやん。3、2、1、ゴー。3、2、1、ゴー。おぉー、今のは悪かったわ。そうやな、やけどどっちもマスターした。3、2、1、ゴー。3、2、1、ゴー。
見てね。